久しぶりですね、ショールーム。そう、今日は逃したらもう配信できなそうかもって思ったし、今日できそうだったのでちょっとだけやります。そう、メールにはマジで寝そうだな文章書いてたんだけど、てか本当に眠くて、もうあれ以上メール書いてたら本当に多分変なこと書くと思って、あそこでメールをやめたけど復活しまして、配信できるって思ったから配信してます。ほんとメール書いてる時目こんなで、もう無理だって無理だって話しながら、もうやめようって。そう、今日本当はね朝配信を1週間悩んだんですよね。だけど普通に寝てた、普通に寝てたというか朝寝たんですけど、朝寝て、朝寝る前に配信しようと思ったけど朝寝ちゃった結局。でも今夜できてるからまあいいかと。昨日はなんか覚醒して目がパキパキしていて、そうですね、ちょっと寝れなかったから、でも本当にね、そう、何が今こんなに大変かというと、あのブースティーファン祭りのリハーサルを頑張っているんですけれども、本当にね絶対に見た方がいいと思うこれねって思うような内容になってるので、来れる方はぜひみんな見てください。明日のね、明日まで多分チケット販売してるのでまだ間に合います。なんかどこまで話していいものなのかわからないから今あんまり話さないけど、そうなんでね、ライブ配信は多分ないんですよね。コラボまでは聞いた、そうだよね、コラボまではゆうはも言ったと思う。そう、めちゃくちゃそうなの、配信もしていただきたいくらいのレベルなんだけどね、めっちゃ楽しいしめっちゃ大盛りいや、大盛り大盛りでございますね。そうだからね、だからたくさんの人に来ていただきたいですしね。ハイタッチ、そうだ、ハイタッチ会もあるもんね。そう、ハイタッチ会もあるので、ハイタッチも明日の何時までだったかな、14時までだったかな、受付してるので、初めて
ハイタッチですよ。初めて触れられるこの何だろう貴重な初触れを。今日までハイタッチ。まだ間に合うはずだよ。あと17日の公演も今日までですね。あとあのいっぱい詰め込むけど、明日の13時までが生写真の販売期間でございます。ハイタッチはまだか、明日までかな。17日の公演がユーハの秋ブロック初日になるので、あ、イベント券持ってたら当日買い増しもできるらしい。お、いつものあれですね、おしゃべり会の時と一緒だ。じゃあ1枚でも申し込んどけばいざ行ったらいけるのか。なるほど。じゃあまあ迷ったらとりあえず1枚ゲットしておいた方がいいかもしれないですね。あー本当にね、あんまり配信多分危ないんですよね。配信するのすぐさ、あのみんななんかいろんなメンバーのショールームのなんだろう、そうそう、まとめが出てるんだけど、みんながあのネタバレしそう、鼻歌歌いそうとか口ずさみそうとか言ってて、もうね痛いほどその気持ちがわかるし、もう今メールに書きそうなくらい、なんか今この曲にハマってるよって、ずっとこの曲聴いてるよって言いたいくらいになっちゃうけど、もうグッとここに今こらえています。めっちゃ歌いたくて、ずーっと流れてる危ないので、危ないのですぐやめます。絶対に本当にポロってさ出てきそう。じゃあまあブースティーの話はここまでにしておいて、しておきましょう。もうとにかく今頑張ってるので楽しみにしててください。ということで次の話題に変えましょう。秋ブロック、秋ブロックが始まりましたが、皆さんの予想は当たりましたか？あの2曲でしたね。そうですね、あの2曲当たりませんでした。残念。なんだと思った、なんだと思ってた。逆にユーハはね、これ本当にメンバーの何意見を参考にしてるんだけど、決めてるんだけど、ユーハは飛行機雲と、何に入れたかな、ずっとずっとに入れました。まさかのオータム、そう、オーサム、オータム、オーサム。でもオーサムって総踊りのコラボの曲というか、なんていうの、タイアップ曲なんて言ったらいいかな。だから結構ユーハは秋のイメージがあって、あれオーサムって、そうオーサム決まった時にオーサムって秋発売だったよねっていう話をして、秋発売だっけってなって、その場で調べたらめちゃくちゃ6月発売だったんですけど、ね、でもなんかそれほどにやっぱり秋のイメージがついてたから、そう、オーサムは秋発売ではないんですねでもそう、飛行機雲は本当に好きな曲で、去年の生誕祭の自由に1曲選べる
曲でも選ばせていただいたくらい好きな曲なんだけど、またこうして劇場でちゃんと披露することができるのがすごい嬉しいし、めっちゃ好きだからめっちゃ楽しみだし、めっちゃ好きだから早くやりたいし、めっちゃ好きだからめっちゃ好き、とりあえず、はい。めっちゃ好きなことは伝わりましたかね。そう、私みんながそうやってなんか、あ、ゆはの生誕祭ぶりの飛行機雲だって言ってくれるのがすごいなんか嬉しい、思えててくれたんだなって。でオーサムもなんだろうな、自分にまあ関係のある曲で、加入前に新潟総取りにその NGT と一緒に踊ろうみたいな企画 で出させていただいてたから、すごいオーサムもすごい思い出深い曲で、だから思い出公演の中のイーハの本当季節ブロックならぬ思い出ブロックになってみますね、この秋の2曲。そうだね、ある意味ゆはちゃんのアイドル人生エピソードゼロ的な曲、そういう感じ。そう、初日出たかったね、出たかったね本当に。そう、今日ねなんか劇場に行ったんだけど用事があって、スタッフさんも、あれゆは出ないんだっけ、はい出ません、なんかいつも出てたから出るかと思って、そうなんですよね、いや、ゆはも思ってたんですけどね、ゆは全然出れるんですけど、そう、でも今日は出なかったんですよね。だしめっちゃなんかめっちゃわがまま言ったら、秋ブロックで生誕祭をやったらめちゃくちゃエモいものが、エモが生まれたなって思う。ポキの髪型の話、あ、そうそう、今日ユーナの髪型をね決めたんです。何がいいって言われたから、くしゃみが出そう。待って、あんまり長くやらないよって言ったけど、今なんだろう、夕飯の部屋の時計ずっと8時45分で止まってるんで、うん、確かに衣装をね、衣装紫の夢品の衣装なんだけど、まだ一回もあの衣装着たことないんだよね。まあ、着たことはあるんだけど、着てみんなの前に出たことがないんですよね。だから楽しみにしててね。ゆはも着るの楽しみにしてる。ゆなの髪型決めに行きしたのか。そんなことない。23時よ。そうなんだよね、今月ね平日しか公演がない、公演がないんじゃなくて私が出ないんですよね。そうなのよ、寂しいですね。でもその分フェスとかがあるので、うん、シャーベットピンクの衣装好きだ。そうだよね、可愛いよね。でもどの衣装も可愛いな。そう、26日もいないんですよね。うーん、そうなんです。あー、違う歌を口ずさも、もう飛行機雲歌を、はあ、
でもなんか出てきそうなんだよね、黙ると鼻歌歌っちゃいたくなるから、黙らなきゃいいのかな。やがね、飛行機雲はブースではやんない、わかんない、やんないかはわかんないけど、とりあえず歌っても大丈夫じゃない？だって今日空きブロックだったから。まあでもカラオケもないし歌わないんだけど、あとなんか話したいことあったかな、いっぱいあるんだけどね、話したいことは。うん、完売ありがとうございます。そうですね、おしゃべり会も完売がなくてちょっと不安だったところがあったんだけど、8部11月17日、今日滑舌悪い、11月17日の8部が多分みんながお支払いを忘れずにしてくださったら、そう、完売になったみたいで、なのでありがとうございます、本当に。でもお支払い忘れなくです。もうなんかわーって感じ。そのまま寝ない、寝ない寝ない、でもいつでも寝れる。もう本当にまぶたを閉じるんじゃなくてこっちを閉じるな、こっちが閉じる感じがする。今日はちゃんと寝れるの？うん、寝る予定ですよ。キョウちゃんと寝るとき、ちょっと昨日は頑張って覚えなきゃいけないことがあって、頑張って覚えたけど、今日は確認して寝て、さっきからのが骨がピキピキする。あとはなんだろうな、なんか言いたいことあったよな、なんだろうな、わからない、わからないけど、なんだろう。なんかさっきあ、これこれって思ったけど、それも忘れちゃった。終わりにしようかな、そろそろ。リハの山はね、まだ越えて、まあ、ずっと山なんですけど。ずっと山は越えることのない山かもです。よし、じゃあ単純読もうかな。なんか今日画面がモヤモヤしている。はい、13位トトちゃんさん、ありがとうございます。12位ケイヤさん、ありがとうございます。11位カカシさん、ありがとうございます。10位エチゴパワーさん、ありがとうございます。9位鏡さん、ありがとうございます。
8位早風さんありがとうございます。7位やおさんありがとうございます。6位よっしーさんありがとうございます。5位 N さんありがとうございます。4位ひでひでさんありがとうございます。3位ギバさんありがとうございます。2位とうかさんありがとうございます。1位てれてるもさんありがとうございます。ね、ゆうはの目がぼやぼやしてたんだって。でも、もよ本当にぼやけてるんですよね。なんかなんていうの、ちょっとなしてるよ、絶対にぼやけてる絶対にぼやけてると。まあいいや。あ、そうだね、めちゃくちゃ世間話だけど、あの寒くなってきたので、本当に皆さん、あの体調管理に気をつけて、あったかくして寝たり起きたりしてください。いやもう朝から朝も夜も寒くて凍えて、真冬みたいな格好で家を出てしまいました。なのでみんなも真冬みたいな格好で出かけるように気をつけてね。ありがとうございました。おやすみ、またね。